すみません、お嬢さん、ちょっとお尋ねしたいんですが、はい、よろしいですか。はい、私今ここへね、はい、行きたいんですけど、はい、お分かりですか。はい、分かります。ちょうどよかった。今、私もそこに向かおうとしてたところなんですよ。あ、そうですか。はい、それはよかった。じゃあ、一緒に連れてくれますか。はい、ありがとうございます。はい、お願いいたします。ともしあになります。共に幸せになる場所というような意味もあるんですよ。そうなんだ。はい、この先にカフェクルームという場所があるのでご案内いたしますね。あ、人見えるね。はい、お願いします。はい、こちらです。こちらがクルームになります。お客様がお見えになりました。どうぞごゆっくりお過ごしください。はい、ありがとうございました。試験頑張ってね。はい、ありがとうございます。頑張ります。早速ですが、荻野さんがこれまで関わった福祉活動にはどのようなものがありますか？私がこれまで関わってきた福祉活動はカフェクルームでのボランティア活動です。それでは長岡市社会福祉協議会のことで、地域福祉の活動や介護サービス、権利擁護、ボランティアセンターの運営など最後の質問になります。あなたにとって福祉とは何でしょうか？あなたにとって福祉とは何ですか？Thank you.
私にとっての福祉は、すべてをくるむ優しさです。よろしければ袋の席使ってください。失礼いたしまして、よろしければ。次は君がみんなの幸せをサポートするんだ。